どうもありがとうございます。もぐらだもぐぞうです。はいはい、今日は早速本題に入っちゃいたいと思います。最初に結論から申します。今日の結論、キャンペーンなどでゲットした ATM で下ろせない500円などの半端なお金は PayPay 銀行を利用すると超便利に動かせますというお話。さてこれはどういうことかと言いますと、順を追って説明します。まずこちら、スマ口座、駿河銀行のスマ口座で新規口座開設で1500円プレゼントっていうキャンペーンがこの春ありました。それで実際に木造が1500円ゲットしたんですけれども、この1500円というのは ATM では引き出せませんね。あの500円という半端があるんで1500円引き出せません。なので今先に結論を言っちゃったんですけども、 PayPay 銀行を使うと簡単に引き落としたり振り込んだりすることができるわけなんですよ。これはどういうことかって言いますと、まずこの駿河銀行の口座を PayPay アプリに登録します。口座登録します。そうしますとチャージすることができるんです。なので PayPay アプリで PayPay アプリにこの駿河銀行スマ口座の1500円をまずチャージします。そしたら続きまして、自分の持ってる、まあ、メイン口座なりお金が、まあ、まあまあ入ってる口座があったら、それも PayPay に口座登録しておきます。そして今回は木造の場合 28,500 円を au 自分銀行から PayPay にチャージしました。そうしますと1500円プラス 28,500 円なんで3万円 PayPay にチャージしたわけです。この3万円を PayPay 銀行に入金すると手数料がタダで入金できるんです。ただ、ですからこの3万円を PayPay 銀行に入金します。そして入金した3万円を、これはちょっとアプリ上というかネット上ではできないんで、セブン銀行とかの ATM に行ってキャッシュカードで3万円引き出します。なぜかって言いますと、 PayPay 銀行は3万円以上だったら ATM の出金が同じく0円でできるわけなんですね。そして3万円引き出しました。そしたらこの3万円引き出したのを今度はまたセブン銀行で au 自分銀行に入金します。当然3万円の入金は木造の場合はタダで入金できます。ここも手数料が0円です。そして3万円入金しましたら、今度はその3万円のうち先ほどの駿河銀行スマ口座の1500円を木造の場合はみんなの銀行に振り込みます。振り込み手数料は木造の au 自分銀行の自分プラスの場合、ただプレミアムなので、ただなので当然1500円は無料で振り込めます。ということで、スマ口座の1500円が PayPay にチャージすることによって全ての流れが0円でできましたよっていうことです。はい。で、木造の場合はみんなの銀行に任意のボックスを誰でもまあ作れるんですけれども、ポイ活収益貯金というボックスを作ってますので、これが 35,203円、今のところいろんなポイ活で集めたお金があったので、それに1500円プラスされたので、結果としてポイ活収益貯金が 36,703円になりましたという流れです。はい。それではですね、この今言った流れを簡単にこの図で説明したいと思います。黒板を出します。ピョッポッ。はい。それでは今度は図で説明しますね。駿河銀行スマ口座から1番として1500円 PayPay にチャージします。そして au 自分銀行から同じく PayPay に今度は 28,500 円チャージします。これが2つ目ですね。3つ目としまして、そのチャージした3万円を PayPay から PayPay 銀行に入金します。はい。入金しましたら、今度は木造が実際にセブン銀行とかのコンビニの ATM に行きまして、セブン銀行 ATM から3万円現金で出金します。出金した3万円を今度は同じくセブン銀行の ATM で入金します。 au 自分銀行に5番目としまして、 au 自分銀行に入金します。そして入金した3万円のうち、戦後はもともとスマ口座からもらった1500円を6番目として、みんなの銀行のボックスに1500円振り込みます。これが6番目ということで、1234567ということで、
この手順で全ての手順が0円でできます。はい、この図ご理解いただけましたでしょうか。はい、ということで PayPay、 そして PayPay 銀行っていうのはすごく使えます。 PayPay にチャージするのは口座登録さえしておけば何回やってもタダでチャージできます。ただ1000円以上じゃないとチャージできないというのがちょっとネックなんですけれども、そして3万円を PayPay から PayPay 銀行に出金します。PayPay から PayPay 銀行に入金します。3万円はいくら引き出してもタダなので、3万円以上だったら PayPay 銀行の場合なので、そこから3万円引き出します。ここまで全部0円で、あとは自分の持ってる無料の振込口座とかそういうので、木造の場合は au 自分銀行なんですけども、入金したりして最後に自分のところに振り込めば1500円はスマ口座からみんなの銀行に1500円全部タダでいけましたよってこと、 PayPay 銀行は便利ですよってことを皆様にお知らせさせていただきました。はい、ということで、もぐらだ木造のあれやこれやの光景、こんな感じで毎日何かためになるお話とか日々やってることとかをご紹介させていただいておりますので、また皆様ぜひ、あ、この木造はげてるけど便利だなと思いましたら、チャンネル登録、応援、何卒よろしくお願いいたします。はい、じゃあもぐらだ木造でした。バッホッホー。